構造安定とは、力学系において、力学系が小さな節道で解の挙動が質的には変化しないことを表す概念である。ある微分方程式や差分方程式が与えられたとき、初期値に対する解の変化だけではなく、その微分方程式自体を変化させたときに、どのように解が変化するかを知りたい場合がある。特に、自然現象をモデル化するときに、 その現象が自然界で安定して存在しているということは、そのダイナミクスが安定であるということを示唆していると考えられ、良いモデル化の条件として考えられた。もっとも、物理学などでよくあるように、形に対称性がある場合などは、構造安定ではない条件が実現されることもある。解の全近的な性質を用いて直感的に言えば、構造安定とは、例えばある。 微分方程式の解が振動現象を再現するときに、その微分方程式に含まれるパラメータが少しだけ変化しても振動解のままであるということである。力学変数で貼られる状態空間を考えれば、この系はリミットサイクルアトラクターを持ち、解は輪ゴムのようなループに引き寄せられ、ぐるぐると回っている。 微分方程式を少し変えてもこの輪ゴムが切れたり点になったりドーナツのようにならず、ただぐにゃりと形を変えるだけなら構造安定である。力学系のパラメータを変えていくと構造安定でないところでは解の位相的な挙動が非連続的に変化する。これを分岐と言い、盛んに研究がなされている。構造安定性の定義はアンドロノフとポントリアーギンによって与えられた。 構造安定とは、力学系の集合を考えたときに、与えられた力学系の十分小さな近傍の力学系が質的に同じ振る舞いをするということである。したがって、構造安定を定義するためには、力学系の近傍とは何かということと、質的に同じ振る舞いとは何かということの定義が必要である。力学系同士の近さを定義するとは、数学的には、 力学系の集合に位相を入れるということである。力学系が N 次元空間におけるベクトル上として与えられたとき、そのベクトル上は CR 級写像とみなすことができる。N 次元の CR 級写像全体のなす集合 CR の2点が CK の意味でイプシロン近傍に属するとは、例形界の微分があるノルムにおいてイプシロン以内にあるということである。 質的に同じ振る舞いとは位相協約であるということである。すなわち、元力学系の各軌道を接動された力学系の各軌道に移す同照者像が存在すればよい。例えば、線形力学系においてサドルポイントは構造安定である。構造安定な不動点は相極不動点と呼ばれることもある。また、中立安定な不動点は 構造安定ではない。ありがとうございます。